今回は10月19日の調整で効果時間は 7.5 カウントから 8.3 カウントに情報修正されたノーマル清川八郎を紹介するよ。効果は江戸幕末の武力プラス4、速度プラス30、終了時に地震撤退の号令。覚悟せよ。戦機解放。行くぞ。目覚めよ、天下の義士たちよ。まだ出ろ出ろ、覚悟せよ。出ろ、やってしまった。出ろ出ろ、悪い、足を引っ張っちまった。やりおる。行くぞ。行くぞ。行くぞ。結局俺を頼るんだろう。遅い。開幕のガバ防衛はもう少し頑張れたけど、ポーターをすらすことには成功。お互いに城が崩れた状態で終盤に持ち込めれば優雅な式な分有利。ここのカウンターで逆転できる圏内まで持っていきたいかな。副長、拙者を呼んだか。これが現実だ、受け入れろ。開幕取られすぎたからある程度駆け抜ける必要があると思う。長井には少々無理して好調してもらうよ。開国せねば本当の強さは得られない。流派発動。見ろ方、トンボ切りの速さについてこられるか。正しいものが破れるか。ギリギリ生存したけど、これは攻めすぎやったね。城門一発叩いた時点で下げとくべき。ここは反省点。覚悟せよ。この俺が欺かれただと。やってしまった。まだ、おりゃ、見るがよい、この主婦の覚悟。目覚めよ、天下の義士たちよ。やりおる。諦めてなるものか。悪い、足を引っ張っちまった。流派発動。一の方、何度でも立ち上がってみせよ。正しいものが破れるか。時代は動いている、取り残されるな。
覚。遅い。覚悟せよ。覚悟せよ。従うものか。受け取ってください。気づいた時にはもう遅い。区長、拙者を呼んだからが。もう欺かれたこと。ここまでか。この試合中ずっと同行者はすでに奥義を言ったと思い込んどるよ。開きもかのは中盤打つのをためらいがちやけど4変天目茶碗を持ってないから仕方なし。正直普通に使いたい奥義使える価格で売ってほしい。これが現実だ、受け入れろ。行くぞ。やるように。トンボ切りの速さについてこられるか。行くぞ。何度でも立ち上がってみせよう。任せておけ。行くぞ。悪い、足を引っ張っちまった。正しいものが破れるか。見るがよい、この主婦の覚悟。受け取ってください。時代は動いている、取り残されるな。この兵力塗りの種を大事にして内乱を一発入れて逆転したい。冷徹夜と城に張り付いて工場の圧をかけて内乱を取るのが強い印象。かく従う者か。俺が道を切り開いてやる。この俺が欺かれたこと。やってしまった。区長、諦めて何度か。現実だ、受け入れろ。行くませんよ。愚か者どもが消えよ。
破れるか。流派発動、二の型。諦めてなるものか。これが現実だ、受け入れろ。流動を使う。北視、北歴、関東、要の配置に。時代は動いている。取り残されるな。戦機解放。破れ。やってしまった。この俺が欺かれた。弱小、ここまでか。皆さん、覚悟。あれ、足を引っ張っちまった。戦機解放。諦めるのは何だろう。人の手は借りぬ。拙者を呼んだか。これが現実だ、受け入れろ。誘導を使う。北視、北歴、関東、要の配置に。こりゃ熱く暴れてぶっ飛ばす。これが甘かす流だ。時代は動いている。取り残されるな。流派発動、二の型。無駄です。覚悟せよ。全軍退却です。新物が破れた。この俺が欺かれた。しくじったか。全軍一斉にかかれ。ご視聴ありがとうございました。江戸幕末限定の編成になる戦略こそあるけど、計略のコストパフォーマンスは破格で優秀な号令と感じたよ。